はい、こんにちは、柴崎です。お元気でしたか？そう、よかったね。今日もね、とっても爽やかないい風が吹いてるんですよね。ほら、鳥の声も聞こえますね。今日はね、あなたにね、大切なお知らせがあります。はい、それはね、柴崎が2年ぶりかな、東京で個展をやりますよというお知らせです。はい、間違っていけないから読み上げますね。場所はね、東京中央区の京橋というところにあるね、並木画廊さんという画廊ですね。まあ、ここはもうずっとね、もう柴崎、もう長い間お世話になってる画廊なんですけども、今回もそこで開きます。そうですね、まあ今までね、あなたに動画で見ていただいたね、あれやこれやのね、絵だったり、それからまだあなたも見てない絵だったりね、まあ6号ぐらいの絵を中心に結構たくさん展示してみたいと思ってます。はい、ですので、まあ、ねえ、そう言っても、京橋銀座の近くですからね、とても遠いところにお住まいのあなたもいると思うんですね。だから、まあ、いろいろご都合はあると思いますけども、まあ、柴崎としてはあなたにお会いできたらいいかなと思ってます。日にちなんですけども、今年なんですね、2022年の7月の13日から2週間行いますね。ですので7月の13日の水曜日から7月の25日の月曜日までやります。2週間ありますよ。画廊がお休みの時はですね、火曜日ですね。はい、それ以外はずっとやってます。それで時間なんですけども、大体ってことない、午前の11時からね、午後の5時まで開いてます。ただし初日のね、7月の13日はちょっと展示の都合があるので、その日はですね、午後2時からなります。それから最終日ね、これも、作品を撤去しなきゃいけないので、これは午後2時までとなりますね。忘れちゃった？このとこだけちょっと繰り返し再生してみてくださいね。それでね、柴崎もね、あなたにお会いするの本当に楽しみなんですけども、ちょっと心配事が一つありまして、もうそれはご存知のようにね、このコロナウイルスのことなんですね。まあ、だいぶもう東京でも感染者数を見ますと、まあ、下火になりつつあるんですけども、柴崎も含めてね、やっぱりあなたも結構ご高齢だったかもからないし、だからそういうことあるので、この感染対策についてね、いろいろとお願いしなければいけないことがあります。はい、ですね、まあおそらくね、たくさんの方がねおいでくださって、もうあなたもその一員としてね、こてのと、まあ、行列ができてそこにお並びにならなきゃいけないかもわからないですね。で、そういうことがあるので、まず、画廊においでくださった時は、画廊の中にお入りになる時ね、体温測定をさせてください、ね、させてほしいんですね。それから、手指の消毒ですね、これもお願いいたします。そして、まあ、これも一般的なことですけども、マスクの着用ですね、これはもう必ずお願いいたします。
そして、この並木画廊さんというのはとってもいい場所なんですよね。まだ初めての方も、ね、初めてあなたもいると思うんですけども、とっても素敵な場所なんです。ただしね、あんまり広くないんですよ。ですのでやっぱり感染予防対策のためには密を避けるということが重要ですので、一度に入っていただく方は20名まで、ね、20名までとさせてください。あの並木グラスの中はね、1階と2階がありますの。だから20名の方だったら、まあ、比較的中で動けるようになると思います。そしてでもまたたくさんの方がねお待ちですと思いますので、20名の方入られたらだいたい20分ね、20分の間に見て、まあ柴崎の何か欲しいものがあったら買ってなどして、それで次のお待ちの方と交代する、その時間を含めて20分でねお願いしたいと思ってます。はい、それでですね、あとは、まあ、これもね感染対策予防対策の大事なこと、飛沫対策ですね。そのために大きな声ではお話ししないようにお願いいたします、ね、あとですね、まあね、あの柴崎と他の柴崎とね写真撮ってみたいっていう方もおられると思います、もちろん大歓迎です。まあそうですね、ただサインとかですねいうことになるとまた結構そこがまたいっぱいになってしまう可能性があるので、まあ、柴崎のグッズとかですね、画集とか、まあ、お買い求めになった方はサインに柴崎答えることはできるかもわからないけど、まあ、全員ってことはなかなかできにくいかもわかりません。あらかじめご承知お聞きくださいね。そしてまあ一応画廊の中は撮影禁止になってます。ですので、写真撮影、まあ柴崎とね一緒に顔を撮るというのはいいんですけど、作品の写真撮影とかからライブ配信とかですね、動画の撮影とかいうのはちょっとお断りさせていただいています。あとですね、まあ非常にね申し訳にくいんですけど、お土産とかですねプレゼントからお花とかねいろいろいただくんですね。ですけど、まあ、特に今回はそれはねもうお気持ちだけ柴崎受け取りますのでお持ちにならないようにお願いします。またせっかくお花いただいてもですね、あんまり画廊は広くないですし、たくさんの方がおいでになるとそれをまたせっかくのお花もね置く場所がなくてねお花がかわいそうですからね、それもお気持ちだけということでお願いしますね。はい、それであとは何だっけな、ちょっと確認しますね。あとそうだ、あのねまあこの時ね確かに柴崎と会うチャンスなんですけども、あのですね作品をね持ってこられてちょっと見てくださいっておっしゃる方もいるんですよ。私もあなたの作品確かに興味あるんですけども、いかんせん今回もねたくさんの方がおいでくださるし、まあ、柴崎も長丁場、そこで頑張らせていただきますので、お一人お一人のねあまりこう長いお話とか作品をね見せていただくってことはねスペース的にも時間的にもちょっと無理かなと思います。ね、画廊の中に入って作品を見ていただく、それが20分の時間ですので、他の方のご都合も考えて、まあ、そこら辺はよろしくお願いいたしますね。混雑緩和とね、感染症対策についてのお願いは以上のようなことですね。それとですね、まあ、この私の2週間にわたる個展をですね、まあ、事故なく円滑に運営するために、ご協力願うね
サポートのスタッフの方を募集しています。だいたい今のところ数名ほどね、募集します。お仕事の内容やね、条件、また時給など詳しい内容はね、動画の紹介欄にね記載しておきますので、ご興味のある方よろしくお願いいたしますね。さあ、いかがでしたかねえ。柴崎も久々の個展、あなたにお会いできたら嬉しいな。で、まあでも並木からどうやって行くのということですけども、最後にね、道順とかね動画で紹介しておきますので見てくださいね。はい、では今日ねこのいい空気ねあなたの元にお届けします。そしてまたお会いしましょうね。はい、どうもありがとう。元気でね。はい、ありがとう。